こんにちは。今お昼です。はい、ソフトバンクグループの株価予測をしていきたいと思います。アリババがね、落っこっちゃいましたね、ストーンと。今139。暴落しました。決算発表がね、よろしくなかったんでこうなったんですけどね。じゃあソフトバンクグループの株価ってどうなるのよってね、影響どのぐらいあるのかしらとかね。なんでそんな感動になるのっていうことの考え方をね、復習していきたいと思います。はい、アリババほい、7月7、8、9の決算発表がありまして、発表後暴落しました。139に落ちましたよってね。この政治リスクで起こっちゃった関係で、あのポインターが出てないや、これね、回復はちょっとね、期待できないわけですね。利益を出しすぎてるところから、そんなことをするなっていうような、ある意味正しい政策なわけですよ。無限にね、いじめてるわけじゃないなっていうことをね、後でちょっと言いますけども、菅さんが携帯値下げをさ、しなさいよって言った時の根拠が、営業利益とか、出過ぎててものすごく儲けてるのはなんだっていうことで値下げをさせたわけですね。だから売上はさ、携帯3社ともね、まあ増える可能性高いんだけど、利益に対してさ、プレッシャーがあるわけですよ。だからね、同じようなことがアリババに対して行われてるって感じがするわけですね。じゃあ、あと今後ね、政治リスクで回復が難しいアリババを抱えているんだからねって、ソフジーも暴落するのかしらってね、思うでしょう。まあ、心配ないんだけどね。なんでってさ、いうことで。まずは記事から確認していきますよ。はい。期待外れの決算で下がっちゃったよってね。なんと、香港上場後で最大の下げになりましたってことだからね。まあ、しっかり暴落しちゃったわけですね。はい。これ、通期の売上の見通しも市場予測を下回って、だってさ、決してね、悪い決算じゃないんじゃないかって私は思うんだけどね。まあ、アナリストの予想を、ちょっとね、達成できなかったけど、しっかり売り上げが伸びてるんですよ。はい。でと、次の記事。これ、こちらもブルームバーグから持ってきましたけどね。これ、市場予想を下回りましたとは言ったってね、しっかり売り上げが増えてます。ただね、これ、通期でも、この第2四半期でも市場予測よりも少なかったんだってことでさ、暴落しちゃったんですけどね。たださ、あら、純利益が減りました。ただ売上は増えてますってことですよ。しっかりね、増収減益だよってことなんですよ。だからいきなり潰れるとか経営が破綻するとか、そんな話じゃ全くないですからね。で、ほい、営業利益はね、10% 増えてますっていうことなんで、はい、最終利益がね、減益になりましたけども、段階利益、営業利益とかさ、その経常利益とか、その段階を追って利益でいろいろ出していくんだけど、全部赤ってわけじゃないのよ。あ、赤じゃない、ごめん。減益じゃったってことじゃないんですよ。しっかり利益は出てるんですよ。そして売上も 29% も増えてるわけだから、まあ、何度も繰り返しますけどね、経営が傾いてるってわけじゃないわけですね。今まで通りの暴利をむさぼるようなことはやめろっていうような言い方ができますね。はい。で、これ、利用者がもう9億5000万だって。なんだかね、これ、2割強伸びましたよってことだから、影響力が大きいようですよね。私が偉そうに言うまでもなく、9億5000万人だもんね。で、その人たちからさ、利益をさ、たくさん取るのはやめなさいよっていうような見方ができると思うんですよ。だから中国共産党だから何が何でも悪いって、気持ちはわかるけどね。そういうわけでもないのよ。で、菅さんの値下げっていうのも実はそんなことがあって、菅さんも2、3年前からさ、ずっと言ってたんだもんね。公共の電波を使っておきながら、なんだこの営業利益の高さはといい、儲けんじゃねえよってことで、今、携帯の値下げが実現したわけですよね。
だからこうアリババを使う通販ところのところも今利益率が高すぎなわけですね。特にアリババね。だからそこにらをこう一般の人々に還元しなさいよって方向性で共同富裕だよって言ってるのかもしれないなってね、いうところもあるわけですよ。全否定はしませんね。あんまり私中国共産党をその応援するつもりはそんなないんだけど、これはね、その一概に何が何でも絶対悪いってわけじゃないんじゃないかなって思うんですね。はい。で、そこへの踏まえます。でもやっぱり中国共産党って何かなって思うのがこれだよね。28兆円超の時価総額を昨年10月下旬に達成した後ね、失っちゃうんだよってさ、上昇量高め更新後失っちゃうって。これね、2021年5月13日の記事でございます。これ第一四半期の決算発表の前の記事ですね。アントの話もあったじゃないの。だからこれはちょっとねって思うんだけどさ。こりゃ、これがね、アリババ自身ハブリメインダンダープレッシャーってさ、これアリババのさ、株価と中国共産党のさ、締め付けの図なんだけど、ここでカッカーンと落ちてるのが、アントのさ、IPO はやめなさいっていうとこね。それでここからまたドカーンドカーンと落ちてるのが、ほらほら、罰金払いなさいよってやつね。で、今回の、2級のさ、決算発表につながっていくわけですよ。で、これはさっき言ってた最高値っていうのはここですね。ここに赤い線入れました。で、これっておいくら万円ですかというと、ここね、10月の23日に、298だったのよ。それが今139。はい、53% 減っちゃったの。半分以下になっちゃったね。こんなになっちゃったらさ、ソフトバンクグループどうなるのって心配になるよね。でもね、そんな心配はもういらないよっていう状況になってるって話をね、したいわけですね。はい、さっきのアリババのピークの時がここですからね。で、これソフトバンクグループの2019年10月末あたりから11月までの冷やしなんですけどね。ほりゃ、ここからさ、ビヨーンと上がってってさ、アリババはガコーンと下がってんですよ。で、また元に戻ってるんですけどね。これがタイムラグですね。中国リスクがずっとあったんだけど、顕在化してきてドカーンと落ちたのと、あと、ほりゃ、自社株買いがあったのよ。第1回目のというか、前回自社株買いしますよって、ここからスタートするんですよ。そしてここ色まで続いてたんで、空売りがね、なかなか仕掛けづらかったっていうのもあると思うんですね。株価下がったらしめしめって自社株買いされちゃうからね。まあまあ空売り解禁でズドンズドンと落とされていくような感じになるような雰囲気を醸し出してますね。で、はい、ここ見てね、アリババのピークの時がここなんですよ。で、こっからアリババのね、株価って半分以下になってんだけど、大して落ちてないのよね。ね。なんでこんなことが起こるのかしらってことですね。まあ、とぼけてますけども、私の動画をね、続けて見てくださってる方にはね、ああ、また同じ話かって言われそうだけどね。はい、まあ、理由は簡単でございますよ。はい。ね、アリババの決算があって、アリババの株価は大暴落しましたが、はい、通常の下落だよね。これもうそもそもね、ボラティリティめっちゃ高いからね、ソフトバンクグループね。普通じゃん、こんなのさ。で、ただ、さらにこう、アリババの決算発表での暴落っていうことについて言うと、3期ね、次の四半期、12月末を決算日とする3ヶ月間の業績には全く影響ありませんよ。ここをね、復習しましょうね。はい。これ2期7決算発表の時の資料でございます。正直もですね、ナブで評価してくれってね、ネットアセットバリューね、今持ってる株を、まず計算し、いくらで売れるかって計算し、そこから現在の借金をさっぴいた、ネットでね、持ってて嬉しい金額をね、出すのがナブね。で、実質は大赤字でしたってさ、たった3ヶ月で6兆円も吹っ飛ばしたよってね、27が、20.9 になってますからね。6兆円吹っ飛ばしたうちの大半は何ですかっていうと、アリババでございますよってね。
チャイナリスクですね。アリババが暴落しましたね。アリババばかりではなく、中国関連の投資がもうことごとく失敗したわけですよ。はい。で、アリババ依存の経営体質の改善が、効果不効果強制的になされましたよってことになったわけですよ。ほら、ビジョンファンドと40億って増えてますね。で、ほら、アリババがさ、59だったのが28まで下がっちゃってるわけですよ。これね。で、これが、ね、幸いしてるんですよ、今。はい。で、チャイナリスクの体制ね、中国リスクが怖いよって時期があったんだけど、どうしたもんかってね、去年とかね、もう思ってたんだけど、これが良くなって安心。一時期こんなあったんだよ、中国依存度が。それがどんどんと今減ってきてるわけですね。もう激減してるわけです。でもこんなに依存してた頃に、例えばアリババの非上場化とかさ、アメリカでトランプさんが大騒ぎしてて、でもしそんなことになってたら大変だったわけですよ。今はもう安心安心。はい。だって、ほりゃ、はい。19の決算発表の時にね、中国への新規投資はもうやりませんって。今までやってる分はこれまでも、これからも続けるけどね。いわゆる損切りはしませんよってことね。いきなり中国から撤退はしないけど、今やってる分はまあ続けるよ。でも新しい新規投資はしませんと。で、ここいらにガンガン投資してるんで、どんどん中国の割合が減っていくわけですね。まあまあ、今のような調子でガンガンね、事業活動を展開していけばね、今後もガンガン減少していって、10% 以下になるんじゃないかなって、もうそうしたらもう安心ですよねってね、話をね、昔知ったの。で、はい。でね、これ見て見て、これ、ここ見て、これ見て。7月1日でしょ、ここね。だから、ここから2級がスタートして、9月30日で2級ね、終わるんだけども、はい。こっからスタートしたわけですよ。で、このとこからね、ドーンとアリババが起こって、9月で最悪になっちゃったの。この時価の下落分が全て2級の決算に反映されて、ナブがね、計算されちゃったの。だから、6兆円も吹っ飛ばした中で、アリババが一番とんでもなかったなって話だったわけですよね。これってね、実はね、3期を考えるにあたってはとってもいいことなんですよ。だって、7級決算発表で、アリババの株暴落しましたよって言ってるけど、これ9月末の時はさ、139だったじゃないのよ。今言ったおいくら万円ですかっていうと、139じゃん。スタートラインが低かったんで、今ね、ちょびっと戻したんだけど、また元に戻っただけなんですね。結論、ナブを計算する上では全く同じです。全然影響は出ませんよってね、いうことですね。はい。ではと、何が一番大切よって、ソフトバンクグループって、私が知った株って言うまでもなく投資会社なんで、市況がね、業績に直結するわけですよね。で、まず日経から見ていきましょうか。3万円超えないね、もう。またさ、増税の話しやがるもん、このタイミングで。来年してくれって思うよね。なんか、経済政策もよくわかんないしね。もう、なんかグダグダやね。ただね、日経3万超えなかったとしても、この界隈でグダグダしてくれればいいよ。だってソフトバンクグループの業績を考えることにおいてはね、日経なんて関係ないからね。まあ日経に投資してる人はごめんなさいね。でも今ね、ソフトバンクグループの株価の話をしてるからね。まあ、とりあえず、これは無関係でいいじゃない？はい。でね、重要なのがね、アメリカですよ。ダウが今下がってきてますね。35500あたりまた戻ってきちゃいました。せっかく抜いたのにね。ただね、これ、ソフトバンクグループにとってはいいことなんですよ。これ、オールドエコノミーとニューエコノミーって議論が、例の疫病でガーンと落ち込んで回復した時にね、話題になりましたよね。ダウは全然回復しないけど、ナスダックの方がどんどん回復しているのは、ニューエコノミーだからだってね、議論があったじゃない？で、再び同じようなことが起こってるのかもしれないなってね。要するに、ダウからの資金が、ナスダックのようなニューエコノミーの企業にね、還流してるんじゃないのってね、話がさ、まあ、思い出されるわけですよ。で、再びね、ダウから、
ニューエコノミーの企業に資金流入があるのであればさ、ソフトバンクグループにとってはね、万々歳よ。だって AI、AI 革命だからね、ソフトバンクグループね。それはハイテクのね、投資会社のソフトバンクグループの業績にはね、いいよね。はい。そして、金利がさ、一瞬、ちょっとちょびっとよ、一瞬よ、1日ぐらいこう上がったのよ、この恐怖の 1.6 をね、上回っちゃったの。でもね、すぐさま落ちてくれてよかったね、もう。今この辺だからね。いや、ちょっと危なかったんだけど、これでまたさ、ダウからナスへの資金の流れっていうのはね、止まらないかなって思います。そして、S&P500 もさ、重要ですよ。米国全体が好調であればさ、ソフトバンクグループの業績もね、良くなりますからね。はい、4700、史上最高値更新。まあ、こう、ギリだね、ギリ、ギリ。だから、一発でここ抜けるかどうか分かんない状況です。チャートはいい形なんだよね。しっかりほら、この白い線が上向いてるでしょ？こう来て、こうね。で、脱中国がね、進展中って話させていただいたんですけれども、もうソフトバンクグループはこれからアメリカをメインにね、していきますからね。だから、米国全体の好調さっていうのはね、いいことですよ。だから、ソフトバンクグループの業績は3級いいだろうねって期待できるね。そして、はい、これが、S&P500 の、ヒートマップね。これ金曜日の時点でのやつなんだけども、これ青いところとかさ、で、なんかハイテクが有利になってますね。これちょっとマイナスだけどね。テスラはいいしね、マイクロソフトもアップルもね、いいしね、NVIDIA も 4% だよ。いいね。で、これをね、1週間で見てみると、これがね、明確になってきますよ。はい、今週1週間です。ハイテクに資金が流れてるような感じがしませんかね。マイクロソフトもね、アップルもね、グーグルもね、フェイスブックもね、テスラで 10% だもんね、アマゾンもいいしね。NVIDIA もいいですよね、これ。筆頭株主孫さん 8.5% プラス、いい感じ。だからね、これは、この状態が12月31日まで続けばいいの。そしたらね、3級の決算は素晴らしく良くなるからね。あのね、投資会社は積み上げじゃないんだよね。瞬間最大風速のね、勝負になるからね。はい。で、ハイテク売らない株、テスラなんですが、私ね、ここが良くなってくんないと安心できないんですよ。ほら、今、ほら、時間外直近の状態でね、140ドルだって。こんなような感じでさ、900ドル割って、ずっと長らく低迷してきてて、こう回復して、またピヨンと上がったんだけどね。900から1200に飛び上がったんだけど、1000いってさ、また1100ぐらいも落としてきてる感じかなってね、いう状況なんですけどね。これ、イーロン・マスクの納税のね、混乱だからね、自分の持ってる株の 10% 売却しようよって。ストックオプションが、あの人ね、給料の代わりにもらってるんだけど、お金もらわないでストックオプションもらってるのよね。お金でもらえばね、税金かかっちゃうから、ストックオプションでもらえば税金かかんないからね。いいんだけど、行使の期間が決まってるからさ、6ドルとか、そのぐらいだったんじゃないかな。で、それで現在の株権利をね、受け取れるわけだ。で、それ行使しちゃった日にはね、その差額に課税されるんじゃなかったっけ？って、ちょっとうろ覚えなんですけどね。だから、えらいね、税金かかるわけですよ。だから、自分の持ってる株の 10% ぐらい売って、納税資金に当てますよってことを、ツイッターで投票してさ、混乱を招きやがったの。こっそりやってくれって思うんだけどね。だから、まあ、結論、そのようなごちゃごちゃがあったんで、下がっちゃってるんだけどね。これ、だから、1200を今目指してるんだけど、この1100ぐらいのところでね、12月末を迎えてくれればいいわけですよ、もう。頼むから下がんないでくれって思ってるね。だって市場に与える、だって株価ってさ、気分で決まりますからね。印象が全然違ってくるんだもん。やっぱいい感じですよ。はい。そして、まさにそのナスダックですよね。ソフトバンクグループの業績は、ナスダックで決まんじゃね？で、米国ハイテク絶好調って話をしてきてるんですけども、これね、チャートがもう、なんじゃこれってぐらいいいわけですね。で、1600
ごめん、1万6000ポイントをね、まあ、超えたんだけど、1発目行って叩き落とされ、調整が入り、2発目行きまして、どうかな、まあ、もう1回チャレンジするかもしれない。2回じゃ抜かないかなってちょっと思うんですけどね。3発目は行くでしょうよ。今回で行ってくれてもいいんだけど。で、テスラが来てるからね、まあ、本格上昇が期待できるチャートです。これ以上ないって形してますからね、今ね。で、そうなると、もう先ほども申し上げましたけどね、12月31日の株価で決まるからね、ソフジーの業績ね。本当これ3級は期待できますよ。はい。で、ソフトバンクグループのこれ、7月から11月12日までの日足なんですけどね。これほら、価格帯別出来高っていうのやったじゃん。これ、日々の出来高をさ、縦棒横棒に直しますよ。どの価格帯でどんだけ出来高が出てくるかってさ、縦を横に直したグラフなんですけどね。これ7000のとこなんてさ、全然薄いよって。これ出来高がないってことは、そこに誰もこだわってないってことですからね。はい。で、レジ7000は弱いねってさ。で、ここにね、ちょっと出来高あるんですよ。だから7月から一番ここが出来高多いんでね。ただね、その上よ、上。7月からもう上すっかすかなんで、ここ抜いちゃったらね、次に出来高なんかもう、この呪いのかかっている8000ちょい超えあたりまではスラーっていくと思うんですよね。だから7250抜いた日にはもう8000を目指すよってね、そんな感じなんですけども。はい、ここをちょっと拡大してみましょう。こうなってます。これ2000で、これ先週のやつなんだけど、ここ7000はスカスカだよってね、話しましたけどね。ほら、この基準線ね、この過去26日間の一番高いのと一番安いのの、真ん中線ね、この白い線が上行ってくんないと本格上昇はないんです。で、次にこんだけ前に移動した場合さ、どうなるのって話なんだけども、こりゃ、ここがさ、まあ、抵抗線になるような感じあるでしょう。で、はい、よいしょ。でね、ここね、だからこれがガーッと上がってって、ここで抵抗するような雰囲気を醸し出すような雰囲気であるならばですよ、基準線はこのぐらいまでしか上がっていかないぞっていうようなことを話したわけですね。だから下値は決まってるけどね、これがね、上がっていくのよ。だから、この辺までさ、この感じだとね。で、はい、でね、特徴があって、このね、これ、抵抗体って言うんだけど、これ、一目均衡表の雲なんだけど、こんだけまったらになるなんていうことは、もうめったにないんですよね。あ、もうこの話やめた。長くなるからやめた。先行きます。はい。まあ、こんなような状態で、これがね、スカーンとね、一発で上に見てくれるね、スカーンと行くんだけど、なかなか難しいわけですね。だって、こりゃ、基準線がね、上行かないもん。ということで、はい、今週になりましたと。で、下降雲の上抜けは果たしましたけど、果たしてね、また降りてきちゃって、どうなるかって話ですね。で、先週からね、1、2、3、4、5、5日経ったわけですよ。さて、どうなりましたかって話ですね。これ、さっき引いた、ほら、この白い線ね、基準線ね、過去26日間の高値と安値の真ん中線ね。まあ、さっきの予測の線をこう、ヒューッと引いてるんだけど、多分ここはね、こんな感じになるよ。ピュッとやったんだけど、うにゃうねってこんな感じになるね。いや、なるから。で、想定通り横横に行ったわけですね。一発でやっぱ抜けないよ。で、降りてきて、またここね。だからさっき高値線があってさ、7250あたりで妨害されるぞって話したじゃん。で、下値と上値をここにしたんだけど、まあ想定通りさ、まあ、想定通りというと言葉悪いか、確率からするとこうなるんですよ。どうだろう、まあ6分4分、7分3分ぐらいかな。そうは言ってもね。で、例えばよ、アリババが予想外にものすごいいい決算だったりなんかすると上に抜くんだけどね。今このチャートの状態を考えれば、好材料とかない限り、今爆上げドカンっていうのは無理です。あ、無理ですって断言しちゃいけない。確率的にでもかなり低いです。ただね、今の状況を考えると、明確に7250をね、キンキン超えますよ。
家宝はね、手間でって感じかなってね、思いますね。まあ、献金って言ったって、まあ、遅くともさ、3級の決算発表前ね、あ、いい感じになるぞっていうような雰囲気がさ、市場に伝わった瞬間、上に跳ねるというのを私は考えてます。はい。孫さん、中国対策良かったねってね、メインをね、アメリカにこのシフトさせたところがね、今効いてるわけですよね、すごくね。アリババ暴落しましたよって、そうは言ったってね、139だもん。2級の時にそこまでも下がってんだからさ、もうそのナブの減数は全くありません。だから理論的に言うと影響はゼロです。でね、スタートだって139から始まったんだよ、3級ね。今139だもんね。それは3級に影響ないよ。さらにここから半減したとしましょうか。それでも大丈夫。だって影響がどんどんとちっちゃくなっていくと、アメリカのね、ナスダックとか調子いいからね。カバーは完全にできると思う。で、まあ、ナスダックに期待ですね。で、もう繰り返しますけど、投資会社ですよ。基準日で、ナブが計算されるんですよ。だから12月末のその時の時価が勝負。で、それが業績に反映されます。だからね、このままいくとね、いい感じで爆上げが期待できるかなって思っております。聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。